はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、はとバス70周年記念いすゞガーラ特注トミカです。はい、しっかり見ていきます。このトミカははとバス70周年記念の特注トミカだね。車種はいすゞガーラになります。で、正面のところにははとバスってプリントされてあるね。で、このフロントガラスのこの黒い部分は樹脂パーツになってます。で、ルーフの部分にははとバスのロゴと070ってプリントされてあるね。あ、で、この部分も樹脂になってます。で、横から見ると、で、この部分にはとバスって、これもプリントだね。で、ここに小さくだけど70周年記念のロゴがあるね。拡大してみるとこんな感じのロゴになってます。で、後ろの方は、で、この部分にはとバスって、これもプリントだね。シールとかではないです。で、ナンバープレートも品川ナンバーがプリントされてあるね。テールライトのところはレッドの塗装です。で、反対側はこっち側にもはとバスプリントされてあるね。で、タイヤは特にサスペンションはついてないです。で、その他ドアが開いたりとかっていうギミックもないね。で、裏の方はいすゞガーラ2007年の車種になってます。街で走ってるそのままのはとバスって感じだね。で、どの部分が特注なのかちょっとよくわからなかったけど、ここのロゴが70周年の特注トミカのロゴなのかな。で、今回のは70周年記念だけど、以前発売されたモデルで40周年記念っていうのもあったね。このロゴが確か40周年っていうロゴだったかなと思います。それともう一つがベーシックトミカだね。以前発売されてた廃盤トミカだけど、ナンバー42番はとバスになります。これも買ってきたので比べてみたいと思います。はい、2台並べてみました。これパッと見どっちがベーシックトミカでどっちが70周年記念かってわからないね。でもよく見るとこの部分に70周年記念のロゴがプリントされてあるんだよね。正面のところを比べてみると、そうだね、正面から見るとこれ全く一緒だね。はとバスってどっちにもプリントされてます。で、横の方を見るとこの部分に70周年記念のロゴが入ってるね。で、ベーシックトミカの方は入ってないです。で、後ろの方を比較してみようかな。あ、70周年記念の方はナンバープレートがついてるね。で、はとバスのこのはとバスって書いてあるローマ字もこっちの特注トミカの方がはっきりしてるね、プリントがね。で、反対側の側面は、で、運転席側の側面を比べてみるとどっちが70周年記念トミカかはパッと見わからないね。だけどこのはとバスっていうアルファベットが70周年記念トミカの方が鮮明にプリントされてあるね。上が70周年記念トミカです。で、車体の上部を比べてみると、で、上の部分を比べてみるとこの070ってプリントされてある方が70周年記念トミカです。で、車体の裏の部分見てみようかな。シャーシの部分比べてみるとどっちも2007年のいすゞガーラだね。で、ベーシックトミカの方だけナンバー42ってここにプリントされてあるね。スケールは156分の1だからどちらも同じになります。で、箱の方を見てみると正面のパッケージにはとバス70周年記念ってプリントされてあるね。この部分にも70周年記念のロゴがあります。で、側面は、あ、ここにバーコードがあるね。で、裏の部分はこんな感じだね。発売元ははとバスエージェンシーっていうところなんだね。はい、今日ははとバス70周年記念特注トミカを紹介しました。で、こっちのトミカがナンバー42番のベーシックトミカはとバスだね。ボディカラー自体はどちらもイエローで一緒だね。で、この特注トミカを手に入れようとしたらはとバスマルシェっていうオンラインショップで買えるね。1つ900円になってました。あ、で、あと送料が別途500円かかります。
でこっちの生産終了の廃盤トミカの方は少しプレミアがついて新品で800円になってました。でこの特注トミカを手に入れたい方はハトバスマルシェのオンラインサイトをチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。